金魚の人工授精を解説していきます。今回の動画では私たちの研究室から発表されたこれらの論文をもとに金魚の人工授精の方法について解説していきます。春になると桃玉菜の木の若葉の緑がまぶしくなってまいります。この季節になるとこれら屋外に設置された水槽の金魚は産卵期を迎えます。まずは人工授精の作業の1日目成熟した元気なオスとメスを取り上げます。人工授精を行う理由は履歴がはっきりした金魚から受精卵を得るためです。つまりどの親がいつ産んだのか詳しく分かっている受精卵を得るために人工授精を行います。通常であれば成熟したオスとメスを同じ水槽に飼っておけば卵を産んでくれるのですが、それではタイミングに関しては運任せになってしまいます。また私たちも観察や実験の段取りもありますので、できれば自分たちの望むタイミングで卵を産んでほしいわけです。なので勝手に産卵しないように産卵期に入る前にオスメスを別々の水槽に分けておいて、産卵期になった今それぞれの水槽から精子を活発に出す元気なオスといかにも卵を産みそうなメスを選んで人工授精を行います。はい、このいかにも卵を産みそうなメスを準備するというのが、非常に難しいわけです。なので、なんとなくお腹がふっくらしていて、こうお腹を押してみると柔らかい、いい感じのメスをですね、何匹か選んで、その中に健康な卵を産んでくれるメスがいることを祈って準備を進めます。そして明日メスには計画通りにどうしても卵を産んでもらいたいので採卵誘発剤を使います。採卵誘発剤にもいくつか種類があるようですが、私たちの研究室ではこのオバプリムを使っております。ちなみにこのオバプリム使用上いろいろルールがありますので、もし皆様の中で使われる方がおられましたら、ちゃんと説明書を読んでですね、用法用量を守ってで正しくお使いください。あと今回の動画は、あくまでも私たちの研究室ではこういうふうにやってますよっていう紹介の動画ですので、その点はご了承ください。採卵誘発剤を打つときにどうしても魚は暴れますので麻酔をかけます。特に大きな魚になってくると不意に暴れられると魚を傷つけてしまう可能性があるので麻酔を用います。麻酔をかけるための容器と麻酔を洗い流すための新鮮なろ過された水が満たされた容器を準備します。ちなみにこの蛇口には塩素ろ過フィルターが付けられております。魚に麻酔が効いたら速やかに取り上げて採卵誘発剤の説明書に書かれていた通り打っていきます。魚の持ち方や打つ部位についてもいろいろコツがあるのですが、これらの説明はまた別の機会にします。そして採卵誘発剤を打ったら魚を速やかに新鮮な水が入った容器に移して麻酔薬を洗い流してあげます。そして新鮮な水が入った容器の中で一晩過ごしてもらいます。飛び出し事故を避けるためにしっかりと蓋をして明日の朝を待ちます。1日経ちました。2日目の作業です。採卵誘発剤のおかげで、メスは卵を産んでくれます。オスにも打っておけば精子をたくさん出すようになります。まずはオスから精子を取ります。この作業も麻酔を使ってオスには静かになってもらって、その間に精子を注射器に、取ります。麻酔が効いたらオスを取り上げて体についた水滴を拭き取ります。水滴が精子に混じると人工授精は絶対に失敗します。なのでこの工程は気が抜けません。そして注射器を使って精子を採取していきます。この時に軽くお腹を押してあげて精子が総排泄口からにじみ出てきたら注射器で吸い取る、この作業を繰り返していきます。そして十分の精子が取れたら魚を麻酔から起こして速やかに水槽に戻してあげます。あと大事な点ですが、精子を取るこの注射器の中には人工精巣が入っております。つまり精子の活性を保つ生理食塩水みたいなものが入っています。
人工精子と得られた精子をよく混ぜて保存します。4度の冷蔵庫で冷やしておけば確実に1日は持ちます。しかし精子に活性があるかどうかは気になるところです。なので、得られた精子の活性をチェックします。スライドグラスに精子を垂らしてカバーグラスには水を、これらを混ぜ合わせます。昔は1回で1個体のオスの精子活性を見ていたのですが、最近は効率化のため、複数個体の精子を一度に観察するようにしております。そして、このスライドグラスを顕微鏡で観察して精子の活性を確認します。水と混ざると精子が活発に動き回る様子がよくわかります。水に触れてから時間が経つと活性が落ちてしまうので、精子を採取した注射器は大事に日の当たらない冷たいところにしまっておきます。さて、精子の準備ができたら卵の方の準備を進めていきます。受精卵を観察するためにプラスチックのディッシュを使うのですが、このプラスチックディッシュの表面をお茶でコーティングしておきます。自然界では金魚は水草など、何かしらの基質に卵を産みつけるわけです。そのため金魚の卵の粘着力は半端なく強くですね、大体何でもくっつくんですね。なので、こうした植物の根っこに卵を産みつけさせてそれを観察することも可能なんですけれども、それだと顕微鏡で観察するときには不便なので、こういうプラスチックのディッシュを使うわけです。しかしこれまたプラスチックのディッシュにあまりにも強力にくっつかれると後々の作業が不便ですので、こういった形で今回、お茶を使ってですね、粘着力を弱めるためにこのディッシュの上をコーティングしていくという、そういう感じですね。プラスチックディッシュの準備ができましたらメスから卵を取ります。まず麻酔をかけます。そしてテフロン皿を準備しておきます。麻酔が効いたら水滴をよく取り除いてから採卵を始めます。オスの時と同じように受精前に水滴が卵に触れると必ず失敗します。なのでこのプロセスも気が抜けません。メスのお腹を優しく押して、卵を絞り出します。一旦卵を絞り出したらここからは時間の勝負になります。注射器の中に保存しておいた精子を数滴ポタポタと卵にかけます。そしてテフロン皿を揺すって精子と卵をなじませて水を張ったプラスチックのディッシュに落とします。このテフロン皿に卵はあまりくっつかないので人工授精の時に非常に重宝します。さてここで少し卵の熟度について触れておきたいと思います。人工授精を何度かやっていくと卵の熟度に差があることに気づきます。そして経験的にだいたいこういう黄色っぽい卵は時期を逸しており果熟の卵でよくありません。実際のところ卵の色は飼育環境で変わってきますので難しいところですが、緑色っぽくて水分が少なめの卵の方が実験に使いやすい傾向があるようです。先ほどプラスチックディッシュに拡散された精子と卵は5分ほど静かに置いておきます。この間に水に触れた精子があちこち動き回って卵にたどり着いて受精します。そしてこの受精卵を漂白剤と水道水を使って洗っていきます。中の胚は強い卵膜に守られているので強力な消毒を行う良いタイミングです。薄めた漂白剤を5分効かせた後に血を硫酸ナトリウム液で中和して水道水で何度か洗います。こうすることで水カビの発生を抑えられます。肺発生を長い時間観察するときに卵が水カビにやられると困るのできっちりと消毒を行います。この要領で春の産卵期の間は複数のオスメスの組み合わせで多くの人工授精を行います。得られた受精卵はインキュベーターに入れておきます。インキュベーターの温度は24度に設定されています。こうすることでどの時間に肺発生がどこまで進むかが予測でき、肺発生の観察の実験計画が立てやすくなります。はい、金魚の人工授精の様子見ていただきました。これから受精卵の発生が進んでいくわけですけれども、その様子はまた別の動画で解説していきたいと思いますのでご期待ください。それではまた。